5月18日火曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩事のオッケージ事アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩事のオッケージ事アップこの後8時まで生放送です いやあ蒸し暑いね。本当ですよね。ええ日本屋上の温度計今この時点で二十二点三度なんですが湿度が九十二パーセント。はい。ねえ<ー>もう玄関開けるとうわ蒸し暑いな今日はというね,ね<ー>感じになっております。まあ急になんか梅雨が来たかなという感じ。まだね関東地方梅雨入りは発表されてはいない発表されてないんですけどね。でも本当梅雨のようですよね。もはやねえー、急にこういうのが来たんでちょっと体調気をつけいただければと。 でなんかね昨日あたりも雨が降ったりまた止んでちょっと日が差したりなんてのを繰り返していて、ね、不安定な天気だなと思いながら、うん、あの夕方、はですねちょっとあの子供を学童にこう迎えに行くっていう時に近所を歩いたんですけれどもそしたらあのスマホをですね、えー、空に向かって掲げている人がいっぱいいて何、うん、だ俺、これと思って私も振り返ってみたらそこにですね虹がかかってたんですね。えー やっぱ雨が降って、その後止やんで日が差すとまあ、そうだなあと思ったんですけど結構、ね見事な虹が夕方6時ぐらいだったかなもうあの日が日,ね日の入りの直前ぐらいだったんですけど結構綺麗な虹があって。であのー 結構みんなね写真撮って,てえて、えええ、私も写真を撮ろうと思ったところで、ええ、パッとスマホを見て時計を見たらですねまずい、あと3分みたいなところだったので <laughs> やむなくそれをやめてですねばっとこう子供を迎えてお時間でるくぞ、時が出るそうなんて言って行ったんですけどもはや消えていたという一瞬のこう儚い感じではあったんですけど、はい、やっぱああいうものを見るとちょっと今見たなみたいなね希望をこう見出すような。うね まああのこのコロナ禍でねあんまりこうなんかちょっと我慢することが多いなっていう中でえこういう,こうちっちゃな幸せみたいなのをこう見つけていかないとなと思うんですがまああの巧妙としてねえ今言われているのはワクチンでもうこれについてもう連日、連夜いろんな報道が起こってますがえこの番組、結構ね当事者の方からメールをおーやツイッターをいただいておりましてありがとうございますこの方はですねひろくんさんという方がメールでえーいただきました。今朝方先ほど5時半 ごろえー、所在地は匿名でお願いしますというですね、えー、ワクチンの個別接種を行う医療機関の院長ですと、まあ、院長さん、この時期ねさすがにこう場所等々特定されるとまずいと、うんえー、いうのもあるんでしょうが、えー、当地区のワクチン接種マニュアルでは余ったワクチンは破棄するように指示されています。 えー、当院には通常の方より重症化しやすい慢性腎不全である透析患者さんが通院してますので、うん、余ったら64歳未満の透析患者さんに接種したいんですがダメだということです、えー、先日、河野ワクチン担当大臣が接種することなく誰にでも接種していいと発言したんで再度、行政に問い合わせてみましたがやっぱりダメだということでした、えー、他の県では高齢者以外にも接種していいという通知が来ています破棄はできるだけ避けたいです これは結局、最後は確かに都道府県に運用を任されているっていうところがあるんでそれぞれで判断というところになっているんだろうとは思うんですけれどもととかかししたたいいですね、うん、そうですすねね本当これ河野、うん、大臣のツイッターに直接、メッを出してみるとひょっとしたらこう打ち返しがあるのかもしれないなと思うんですがん縦割りか、これはっていうですねえ非常に憤りを感じるメール。 ですしねあの同じことを、えー、ひろくんさんも感じていながら、うん、でも、こうスキームとしてそれができないのかっていうですね何だろうなぁ県知事に直接出してみたりとかっていいうのができないかなか、うん、知事さんとかその都道府県のね首長のこう権限に最後はなってくるというところで、えー、政治決断だと思うんですけれどもね。 ねえいやこれはなんとかいい知恵絞れないかなと思うんですがあの今日もですね大規模接種の件に関してその,あの予約が開始されたけれども実はあのダブルで予約ができるんだとかで、えー、これ都道府県のねあのワクチンの接種の状況とじゃあ,あの、照らし合わせをなんでしないんだみたいなこれは話を聞くとですね照らし合わせをしてしまうとそれやろうとすると重機ネットと接続することになるんで、えー、そうするとサイバー攻撃に非常に弱くなってしまうというようなこともあるんで極力 接続ししないいようにしているとで,で,きできたらキャンセルになっちゃうんで重複はやめてくれみたいなね、えー、ことも出ておりましてシス,テムシステムの不備じゃないかみたいなことがこう言われてますけれどももうねことここに至ってはなんとか知恵を絞ってこう解決みたいなことができないかと、えー、それこそですねもうあの空振りは覚悟で皆さん集まってくださいねって言って、えー、それこそもうキャンセルが出る可能性が高いので大規模接種会場のですね脇、えー、のところに並んでもらってその代わり 打てるとは限りませんよと空振りの可能性高いですよでも打ちたい人は集まってくださいねみたいなことを夕方ぐらいでやるとかでですすねキ、うん、ャンセル待ちですよ、ね、そう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 ,うそれこそねえあのー、運転免許を取ろうとした時にですね、はいえー、どうしてもハンコが欲しい人はキャンセル待ちで待ったじゃないですかあれもでも空振り覚悟じゃないですか。みんななワクチンとそれれを一緒にしちゃいけないけけども うん諸外国ではワクチンチェーサーといってですねそれこそキャンセル待ちを狙ってみたいな人たちが、うん、まあ若者中心に集まってたみたいな話もあるんですが、はい、まあ日本の場合、まだそのシステム的に高齢者にしか接種券配られていないみたいなことがあったりもするということもえありますけれどもなんか、ねこれそれこそあの接種しました表みたいなものとかアプリとかでえ代用ができないかとかいろんな知恵を絞れるような気もするんですけれども。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさん六時半過ぎから登場です、えー、まずはアメリカの四月の雇用統計について解説をいただきます、えー、そして7時台ですが、えー、東京オリンピックパラリンピックについて、えー、政府交換再延期ないと述べるというニュースそれから、えー、モデルナとアストラゼネカの新型コロナワクチンの承認あさってにも判断というニュース、えー、イスラエルパレスチナ 情勢、えー、さらに大手銀行の3月期連結決算について、えー、そして、えー、4月の中国の小売りの売上高が17.7%増えたと、まあ、世界経済の話そこから、えー、解説をいただこうと思っておりますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各種入ってまいりました今日の一面トップは、えー、昨日出た最高裁判所の判決について、えー、であります えー、建材用のアスベストを石綿で健康被害を受けた元建設労働者らが国と建材メーカーに損害賠償を求めている、えー、建設アスベスト集団訴訟、えー、自公両党のプロジェクトチームが17日国が原告に最大1300万円の和解金を支払うことなどを柱とする救済策を正式,、えー、正式にまとめたということです。交、ま、際、ああのー、判決が出ていててい、まあ、それに対して、えー 対応をというような、まあ、和解に向けたね、えー、基本合意を今日にも締結ということで、えー、ありますで、あのー、1975年の10月から2004年の9月まであの防塵マスクの着用を徹底させるなど対策を取ることを怠っていたということで賠償責任があると。でえー、これれ人人親親方方と言わわるるですね、まあ、いわゆる一人親方 親方と言われる個人で仕事を請け負っている、えー、方々も含まれると。で、えー、建材メーカーに対してもその使っていたアスベストの製品番号まで特定できなくても大体地域とかでこう絞り込んでいくとこの時期のここで作られたこういうものを使われていただろうねということが、まあ、あの容易に類推ができるということで、えー、これで責任は、えー、証明できるだろうということで、まあ、あのかなり、えー、判断を、まあ、交際の判断を 変更するなども含めてですね、えー、被害者に寄り添う形での判断が出たということでありますで、えー、この訴訟をしていた方々がもう一つう求めていたのは、えー 屋外で作業していた方々に関しても、えー、認めるべきだということがあったんですが、まあ、これに関しては認めなかったということがありましたただあの屋内で作業していた方に関しては、まあ、基本的に一人親方の人たちも含めてそして、えー、建材メーカーの責任も含めて認めるという形になり、えー、1300万円とを上限とする給付金和解金が出るという形になりました。えー、これあの裁判に かした被害者遺族のみならず、えー、というところでありますまあ今後ですねまあこのお 全体の、ねえー、救済の枠組みとこういうものがおそらく出てくるんだろうと思いますが、えー、予定としては今日午前菅総理大臣が、えー、原告団と面会し謝罪をするという見通しそして、えー、今日の夜に、えー、政府と原告団が和解に向けた基本合意を締結するという流れになるということであります。まあ、特にこれあの アスベスベトを作っていた工場での健康被害に関してはすでに、えー、救済の、まあ、枠組みというのはあのこれも、ね、不十分だというような批判もあるんですが、えー、できておりますけれども、えー、実際にそれを使って作業していた人たちというと、まあ、相当なこれは、えー、人数に及ぶだろうというようなことがありますので、まああのーねえー、さわさりながらどこで線引きをするかというのをどこかで作らなきゃならないというのがあるので、まあ、今後もそのーボーダー上の人たちに に関してというのは、ま？あ いろいろな議論があるかもしれませんけれどもこういうことがね出てきたっていうのはまあ一つある意味こう昭和の遺産不の遺産の生産にはなったのかとういうところであります告書、えー、になる今日の一面、えー、読売朝日毎日それから産経と四市が一面でありましたで東京新聞はあのワクチン大規模接種についてオープニングでやったこと、えー、そして、えー、日本経済新聞は海外 IT 活用に規制という、えー、この 民間が手掛ける情報通信電力といった重要インフラ14業種に対して、えー、安全保障上のリスクを避ける共通の規制を設けると。 いうことであります、まあ、あの今あの、昨日までですね、えー、日米豪仏での会場での演習だとかあるいは日米仏での陸上での演習等々安全保障面では、えー、かなり、ねえー、対中国というところで、えー、いろんな手を打ってますけれども、まあ、あの中国側は朝原戦という名前をつけていたりあるいは混合戦という名前をつけていたりしますがもうあ,のあらゆる次元で ままああ対峙してくると、まあ、それは経済の面でもそうだしあるいは、えー、国際法の法律線でもやるしまあなんであれば倫理だとか国際法だとかも全部、かなぐり捨ててあらゆる分野でやってくるとういうことがありますので、まあ、当然、この経済の部分でもと。で、えー、重要インフラの中にはあ金融や クレジットというようなものも入っているんですけれども、まあ、金融をやっているあるコングロマリットのようなところで、えー、中国からの投資をこう受け入れてみたいなでそれに対してです、ねまあ、経営者の方が何が悪いんだというような開き直っているというような企業がです、ね、あったりなんかもしますが、まあ、あのそういう,こうフェーズではもうなくなってきているのかとこれ安全保障等々の、まあ、専門の人に聞くと。 本当に経済人の方々っていうのが分かってくれないんですよっていうのをですね、えー、もう本当、涙流さんばかりに訴える方もたくさんいらっしゃるんですが、まあ、その辺の風向きっていうものも変わってきているんだろうと、まあ、あの日本経済新聞がこれを一面に上げてきているというのが何よりも風向きが変わってきていることの証査なのかもしれません。ここが気になるでした あなたの声を届けますリスナーズオピニオンいろいろいただきますワクチン予約について敦、えー、子さんは横浜ほどがいの方ですね、えー、おはようございます横浜市またまたパンクで4時40分で終わったみたいですスマホで朝9時から昼前まで格闘し結局予約できずでしたと、まあ、おかわりもですねもう家族総出で電話してメールしてあメールじゃないあのネットでつなげようとしてみたいな、えー、ことをね、えー、書いてくださる方もたくさんいらっしゃいますが そうなんですよね。この電話が繋がらないって、これね、あの、 コールセンターでバイトしたんですけど確かにあのこう待ち子っていって待機がこうずっとこう数字で表示されたりなんかしそれがいつまでたっても減らないみたいなことあるんですが<ー>あれってあのあ、つながんでやとしばらくお待ちくださいって自動音声で切ってもう1回かけるとです、ね、一番待機列の後ろにまた並ぶことになっちゃうんで不愉快なんですがそのしばらくお待ちくださいって音声をです、ね、ずっと聞いているなりスピーカーンにしてこうそこに置いといてつながるまで待つとかですね、えー結構こう 我慢比べの部分があるんでんあれねすぐ切っちゃうと駄目だっていうのはどうなんだろうなみんなでも知っててやってんのかなね我慢するしかないっていうのはイライラしますよねほんね,本当ですねラジオ聞きながら待ちましょう、はいね、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます 今朝は経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役 SBIFX トレード株式会社社外取締役のジョセフクラフトさんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますさあまずこの時間はアメリカの4月の雇用統計アメリカの経済についてですが、えー、今月7日に発表したあ4月の雇用統計ですが失業率6.1%と、えー、前の月より0.1%上昇悪化 化したという数字が出てきました。これどう見たらいいですか。すね、あの市場の予想を大きく、はい、あの外れて、えー、<ー>びっくりしましたけれども。中身を精査すると、はい、結論から言うと悪くないと。悪く,いね、悪くないです。悪くないです。あの、まず、あの。 今年に入っての修正値ですね。あの<ー>前の月の修正値、あの1月から3月分入れると20万増なんです。はい、あ、そうなんです。そうなんですね。<ー>でもう一つは季節調整。季節調整前の雇用統計見ると100万人なんですね。<ー>で4月というのは季節調整分と季節調整前が大きく、だ、はいたい80万ぐらいの差があるんで、<ー>例年通りの、えー、数字になってると。 あと平均需給、これはあの雇用の需要ですね、はい、示すがこれ0.7%上昇、非常に強い、うあのそういう意味ではあので最後に新規失業保険者数、はい、これもえ急激に下がってるる、<ー>で実はこれ、4月末に大きく下がってるんで雇用統計っていうのはその月の20日ぐらいで切り、ね、は逆る反発すると だあの3月とあの4月を合わせてみると大体50万、40万ぐらいの増なんで、はい、まあこれが実態じゃないかなというふうに思いますしたがってあの米景気が悪いというふうな解釈は必要ないかなと。 なるほどこれね、伝わった後に、あっ、てことは金融緩和続くだろうから、うん、という連想で株価が上がったりなんかしますす、ね、そうですよねあの、うん、非常に悪いニュースは株価にとっていいニュースという今、状態になってますけども、えーうん、あの僕は依然、インフレ圧力は今後、夏に向けて強まっていくと。はい いうことなんで、んこの雇用統計だけで、はいえー、金融緩和の引き締め、テーパリングですね、えー、が遅れると、あのー、判断するのはちょっと安易かなと。 僕は個人的に8月の FOMC というか、中央連銀が行うジャクソンホールという会合で、そこでテーパリング、要するに資産改良の縮小をえ示唆するんではないかなというふうにあの注目しておりますそこはあの世界各国の,まああの中央銀行の総裁とかがまあ集まって会議をするところですよねやっぱり世界的にワクチン普及で、ね、日本は遅れてますけど、お 欧米は進む中でやっぱり景気圧力が強まっていくそこにインフレ抑制をしなきゃいけないっていう議論が。 出てくるんではないかなというふうに思いますのでんちょっと要注意かなというふうに思いますね。ああなるほど。まあここのところ特にアメリカのこの株式相場などは、うん、あの先々のインフレの予兆みたいなものを感じ取って株が下がったりとかっていうのを繰り返してますよね。そう,そうなんですね。ああ面白いのは景気が非常にいいのに株価があのインフレ懸念で下がってきてるっていうところが今のちょっとバブルというか、はい、<laughs> あのちょっと過度な金融 緩和で、えー、押しし上げられててまってる、はい、そこだからどっかの時点でちょっと調整しないと、うん、このままいくとどんどんバブル化してしまっていずれは大きく下落するんで FRB も、はい、その辺は、えー、だんだん認識して議論が高まってくるとは思いますねまあいずれにしろ年内には何らかの、はいえー、資産縮小シグナルが出るでしょうということですね。 えまずはアメリカ経済についてを中心にお話をいただきました。今日八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩コージの OK 浩ージアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。 コロナ禍で感じていること、困っていること、それぞれのお立場、お仕事でご家族のことも、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事イアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。 あなたと一緒にニュースを考える飯田耕司の OK ・工事アップ今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんですでは最初のニュースこちらです政府高官が東京オリンピック・パラリンピックについて再延期はないと述べる時事通信によりますと政府高官は昨日 今年の夏に延期された東京オリンピック・パラリンピックについて再延期はないと述べ予定通りの開催を目指す考えを重ねて示しましたこれに関し加藤官房長官は昨日の記者会見で IOC= 国際オリンピック委員会がすでに開催期間を決定済みと指摘した上で大会関係者が一丸となって準備に取り組んでいる政府も連携しながら対応していると述べました まああの本来ですとバッハ IOC 会長が来日の予定だった期日とこういうこともあってこういう報道が出たのかというところですがさあジョセフ・クラフトさんどううご覧になりますかまあそうですかそでねちょっと今、感情論になっている部分があって非常にちょっと難しい問題、うん、だからバッハさんもあの訪日を延期したと思うんですけどあのやっぱり今の不満、不安の気持ちすごくよくわかります。それは、うん 多分政府の,あのコロナ対応、はいえー、特にワクチン普及が遅れてる、うん、こうした不安とか不満がですねオリンピックにそのままぶつけられちゃってるのかなと、はい、ただあの、オリンピックがだめというんであればうん、うん、じゃあ今、プロ野球はどうなの、うん、イベントはどうなの、うん、こういう問題もあるので総括、うんはい、的に見ていかないといけないいうところあと一つだけあのやっぱりこのオリンピックに対する 感情というのはこの政府にぶつけていくべきでとにかくアスリートにこういったことをあの言ったり圧力かけたりするのはやっっぱりちょっと控えていただきたいなというふうに思います、まあ、この辺ね、ね新庄アナウンサーいろいろ取材を特にパラリンピックに関してはしてますがどう、ここのところさ、はい、会見でなんかもう、うん、ハンデをしたようにこのオリンピック賛成ですかみたいなことを聞くよね、アスリートに対して。 そういうところもありましたね必ずしもみんながそうではないですけれどやっぱりそういう報道が出た直後っていうのはまあ オリンピック・パラリンピックに対して、まあ、いろんな意見が出てますけどどうですかみたいな質問が出ることはやっぱりありましたねいやアスリートは困るよね、そんな質問されても、ね。やっぱりどうコメントしたらいいのかというのは悩まれる選手もいますし言葉をこを選びながらでも自分の気持ちを伝えるということをこうしているアスリートの方もいいらっしゃいますよね選手本人に聞くのはこれ、ジョセフさんコクですよね池江選手とかアスリートのこれまでの血の滲むような努力を考えると、はい、んなんとか してオリンピックを開催させてあげたいっていう気持ちもあるんで一概にダメだっていうのもどうなのかなとただ一方でそのコロナに対する不安もよく分かりますだから非常に難しい問題だと思いますね。ももう少しそこは政府もちょっと コロナ対応に対してしっかりリーダーシップを発揮して、はい、そこの不安を取り消すということが多分、一番重要だと僕は思いますけど、ね、うんこれ海外からの反応というのが何かこうネガティブな反応ばかりがこう、うん、訳されて伝わってきたりとかしますがあのネガティブなあの意見だけが国内に伝わるんですけど海外からすると、うん、アメリカとかイギリスとかその海外を見ると何十万人。 の感染があって何十万人亡くなられてる、はい、それと比べて日本を見ると日本ってすごく大丈夫だよねっていう国内にいるとねすごく不安はあるんだけど海外から見るとオリンピックできるんじゃないのっていうふうに いいう意見も多いんですまあなかなかねそういう意見が伝わってこないというところ、うん、そうなんですよだからまあその辺をねやっぱりメディアも公平に両方の意見を取り上げていくって、うん、やっぱりネガティブだけ取り上げてと世論がそういうふうに向かっちゃうんで、うん、両方を取り上げてきつ必要は必要だなと思いますね。うんうん えー、メールやツイッターね、えー、様々いただいておりますがヨッシーさん、そうだよプロ野球はどうなのとかあとは、えー、プロ野球とは違うというご意見もいただいてますねセノール・ムゾウサさんですかね、えーまあ、あのプロ野球の場合は外から人がそんなに来てないじゃないかという指摘もありました。まあ あのー、海外からの出入国と考えるともうこれ海外からお客さんが来ないということがね決まってます選手は選手村に隔離されるわけですからそれが出るでワクチンも打ちます空港で検疫されますだから選手からまた新たな、まあ、政府がちゃんと、ね、その水際対策をすれば。 あのオリンピックをやったからそこでまた広がるというリスクは僕は少ないと思います、ねうんまあ、その辺んの対策もあんまり報じられてないかもしれないですね,そうですねおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですモデルナとアストラゼネカの新型コロナワクチンの承認について20日に判断。 アメリカのバイオ医薬品企業モデルナとイギリスの製薬大手アストラゼネカの新型コロナウイルスのワクチンについて厚生労働省は承認の可否を判断する専門部会をあさって20日に開くと発表しました承認が了承されれば厚生労働省は審査を簡略化できる特例承認で対応します、えー、このモデルナ製のワクチンについては大規模接種会場で使うということが発表されております ワクチンの承認これ例例目3例目になりますねちょっともうすでにワクチン購入して、はい、接種会場でやる予定になっていてそこで今さら承認って意味があるのかなという部分がちょっと1つありますけどもあと承認に対するプロセスも、まあ、若干海外よりは時間がかかって、はい だというまあ、そこはきっちりあのーデータを見て安全性をあの審査しなきゃいけないんですけども、はい、あのワクチン接種と同様の問題でやっぱりその。 アメリカイギリスとかあと日本と比べてとこの平時対有事の危機感の違いが現れてるかなとそれどういう意味かというと、うん、日本は最初にかなりワクチ、あのー、コロナ感染を抑え込めた優等生組として、うんあのー、成功した逆にアメリカイギリスは感染が広がってうん、うん 非常に危機感、はい、まあ戦争時みたいに多くの死者が出てしまったその危機感が早期のワクチン接種普及につながった、はい、もう何でもかんでもとにかくワクチン打つんだと逆にまだちょっと平時というか危機感が薄い日本ではええ。 そうした対応が遅れているここにワクチン普及の差が出てしまったのかなというふうに思いますねこれ今回のこう、ね、ワクチンの接種のもうやり方とかも含めて、うん、やっぱこう既存の仕組みっていうのをこう、うん そのまんまんにしていると、ね、アメリカの場合はやっぱいろんなものをすっ飛ばしたりとかっってていうのを結構やってますか、あのー、私の知人がですね、はい、この間、えー、この間先月ですけども、えー、ちょっとワクチン予約をしてなくて街を歩いていて、えー、そこ気になって薬局を見てだめもとでちょっと入って。えー ワクチン接種できるって言ったらあできるよって言って、えー、そこで3分で終わったと<ー> <laughs> そういう非常に、あのー、簡単にできてしまう今<ー>で今アメリカで問題になってるのはワクチン接種するというのではなくて接種を拒む人が今いて、はい、遅れてるというところが問題になってるぐらい普及しているということなんでんまあイギリスでもね、はい、一般人ボランティア雇って、えー、研修してすぐ打てるように、えー、やっぱり危機 意識が非常に高かったあれだけ被害を出してしまったからうもう何でもかんでも取り入れてやると通常より違うやり方日本はつい最近まで、はい、あの自治体に任せる、えー、でやっとここで自衛隊とか、はい、あるいはその歯科医が打って動くように政府がなったんで。 まあ、ここから早く普及してくれることを願ってますけどねうんこの、まあ、自衛隊、まああの、他国であれば軍隊ということになりますが、うん、軍隊が乗り出してっていうのは、うんまあ、諸外国でもやってること,とああのむしろこういうコロナの危機的状況、有事の時に軍隊が乗り出すのは当たり前、はい、だって軍隊にはでいすろいろ。い あの従事者がいっぱいいっぱるわけですよねそういう専門知識のある人たちもいるわけです、はい、それをそのリソースを使わない手はないだから今まで日本でも使わなかったっていうのがちょっと残念でしたね、はい、あむしろここまでっていう,こう急げっていうことであれば積極的に活用していくべきだった、うん、だからここはやはり日本が最初に抑え込んであまりひどいじゅあの結果にならなかったことによって、はい、まあちょっと危機意識が。 あまり高まらなかったという、逆にアメリカと違う実態になってしまったっていうのが。まあ、現れたのかなと思います、ね。ワクチン開発一つとっても、まあ、そのお金のかけ方であったりとか、はい、承認のプロセス。うん、アメリカは相当お金も入れたしっていうところがありました。ここもだから、危機感ですよね。戦争時と同じ有事の時は、もう多額の。 お金を民間企業に当てて開発に非、企業リスクを払拭してとにかく、えー、早く、えー、開発そして開発したらとにかく早く打つという、はい、これ日本の対応はむしろ平時に近いやり方でやってしまったと,うということの違いですよね。あとまあ長期的に言うと、はい、やっぱり日本ってこれまでそのワクチン開発にあまり力を入れてこなかった。 やっぱりに、あのー、その安全保障という面からして、はい、ま今後は、そういった、あの、ワクチン、えー、体制というのも。えー、強化していく、課題が出ましたね。ああ、その基礎研究とかそういうとこ、そういうことです。おっしゃる通りです。非常に基礎研究大事ですね。えー、では、続いてのニュース、こちらです。 外務省がガザ地区の危険情報を最高のレベル4に引き上げ外務省はイスラエルとの戦闘が激化するパレスチナのガザ地区とその周辺地域について危険情報最も高いレベル4の退避勧告を出しました現地に滞在する日本人法人に対して退避を促すとともに渡航はどのような目的であれやめてくださいと呼びかけています えー、ガザを自己支配するイスラム組織ハマスのロケット弾発射に対してイスラエル軍が空爆を続けているというこれ、もう1か月以上ななりますすかあのそうなんですよ、うん、あのちょっとここに来て1心日の待機。あの えー、もうちょっと遅いのかなと、あのー、4月の23日、まあ、4月の12日にラマダンが開催されて、えーえー、23日に100人の負傷、催涙ガスとか使われて警察が入ってくると、はい、で25日にはミサイル5発、うん、5月7日には200人負傷、うん、9日にミサイル6発、10日には130発、はい、こういう状況、そして10日から16日の間二2900発のミサイルが飛んでる。うん、で、えー 1週間後の17日に退避と<避>いうのはちょっと遅かったのかなという感じはします、ね、うんこれ、何か気を遣ったりとかっていうの確かに、あのーね、ちょっと紛争があったからすぐに退避っていちいちやってたらうんそれはあの大変ですので、はい、そこへ慎重に見極めていくということですけども。 あのーまあ、やっぱり、ね、あの国民の命を考えたらちょっと早めの措置でも損傷はなかったのかなとあともう一点、あのーはい、政府高官で防衛副大臣が、はいあのー、ツイッターで私たちの心はイスラエルとともにあるというツイッター投稿したんですけども、はい、こういう投稿は現地にいる日本人にとって危険な行為ですね。 パレスチナ,ナにとってあ、はい、日本って反パレスチナなんだとイスラエルとうそうしたら日本人も狙いみたいなことになりかねない、はい、やっぱり政府はここは中立な立場であの取っていかないと現地に日本人が狙われかねないんでこういう発言は僕はいかがなものかなというふうに思います。 うん、そっか、そこの部分まで意図なくこう、不用意な発言をしてしまった可能性があると、弁明としては、個人的な意見ですっていうんで、えー、そうしたら私たちの心はって言わずに、はい、私の心はでいいはずなんで、<ー><は>ちょっとこれはやっぱり、あの現職の副大臣としては、ちょっと不注意な発言だったんではないかというふうに思いますね。まあ、あともう一つはね、非常にアメリカ人として残念なのは、はいえー バイデン政権の姿勢、消極姿勢あるいはイスラエル擁護、国連でのその声明、秘決、安保理での、こういった姿勢がより現地の紛争を助長してしまっているというところは非常に残念ですね。やっぱりここはとりあえず停戦を促すために各国政府も中立な立場から双方に。 停戦、えー、を逃すと、まずそこで話し合いをしていけばいいのに、ちょっとそこの海外各国の足並みが乱れていること自体が非常に、はいえー、問題だと僕は思います、ねうんえー、先ほど速報が入ってきまして、バイデン大統領は17日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話で会談をしまして、パレスチナ側との戦闘に関して、 停戦を支持するとの立場を伝えました。ホワイトハウスが発表しております。えー、イスラエル側の反応は不明だということです。えー、まああのイスラエルの自衛権は支持するみたいな発言があの発言というかあの一連報道があったりなんかもしてましたが、まあまずは停戦をしろというふうにメッセージをここへ来て出してきたということですか。遅すぎますね。遅すぎる。もう全然遅すぎます。あの当然イスラエルの自衛権は当然。 ですけども、停戦、はい、に関しては、うん、あの双方の引落ちのかかる問題ですから、それを十七日に発表すること自体がうん、うん、もうとっくに遅すぎると僕は思いますね。続いて教えてニュースキーワードです。大手五大銀行の三月期連結決算。 五大銀行グループの2021年3月期連結決算が出そろいました純利益の合計は前の期と比べ1.6%プラスの2兆275億円と3年ぶりに増益となりました、えー、三菱 UFJ 三井住友みずほ三井住友トラストそしてリソナという,う5つのグループであります これは景気のいいニュースなんですかあのやっぱり一見、増益でプラスのようなイメージがあるんですけれども、はい、私がちょっと気にかかったのは、えー、これから貸し倒れ引当金などの信用関係費用これが2.7倍計上されてるんですね。はい、でこれの意味合いは何かというと金融機関がポストコロナの倒産それに伴う失業 こういった問題を織り込んでるるということですよね。うんはい、なので、ちょっともうあの、まあ、特に海外ではワクチン普及でコロナが収束と日本でもやがてそうなるのではないか増益でプラスだというちょっと楽観的な面があるんですけれども、はい、やっぱりその水面下では痛手を被った企業が非常に多いこれから倒産が、うんえー、来る、はいえー、それから政府支援もなくなっていくとなると相当厳しい状況が。 これからもあるのか危惧してします、うん、懸念するのでそこはやっぱり政府としても柔軟に、はいえー、下支え政策とか、はいえー、対応を、えー、取っていただきたいなというふうに思いますね,、あのー、ね政府がいろいろとこう要請をしても企業を潰すなというところで <laughs>、えー、無利子・無担保でお金を貸すと。うん いうところをやってました。三月でこれ終わっちゃってるんですね。そうなんですよね。でここはねちょっとモラルハザードがあって、はい、本来倒産すべき企業が救われて、でやっぱり救わなきゃいけない企業があの苦しんでるっていう状況もあるので、やっぱりそこ全員、まあコロナ禍の時は、ねはい、とにかく全部下支えするんだっていう政策は僕は間違った間違ってないと思うで。えー、これからはやっぱりその。 えどうしても、あのー、支えていけない企業が出てくるでこれに対する、まあ、雇用の、はい、え補助 えー、あるいはインフラの整備、えー、セーフティーネットですね、うこういったものが非常に問われてくると思いますので、そこはしっかりした方がいいいと思ほま,、ね、まあ今回のこのコロナの,その経済的な影響について、その業界、業種によって、まちまちというか、かなり色が違いますよね。 まあ給付金じゃないですけどあの補助金、一律じゃなくて業界ごと、ええ、あるいは企業の特性によって、ええええ、もっと柔軟に対応していかなきゃ必要。 ということあと、まあ、これも前回の放送で申し上げたのが僕は今回のコロナで最大の被害を受けているのが、まあ、女性、特にシングルマザー、ここをもう手厚くう、えー、その下支えしてほしいというふうに僕は思います、ね、女性非正規雇用、ね、シングルマザー、うん、本当、まあ、いわゆる社会的な弱者と今までも言われた人たちがより厳しい状況になるそうで。 そうした弱者が、えー、さらに負担を被るというか被害を被るんで。で そこのセーフティーネットはもう重ね重ね重要だと思いますね、まあ、その辺も含めての部分で、まあ、予算的にも予備費等,等も積んでいると思いますけれどもこれはまあ必要に応じて補正も必要ということなります、ね、あの必要に応じてもうすぐに補正を準備,準備金を、ね、置いておいてすぐに使えるように状況にしておくべきだと僕は思いますね。うんまあ、本当苦しんでいいるところも多い でこの,あの経済の先行き全体としてはどうなんですか、明るいぞっていう人も中にはいますかあの、まあ、もう一点に集約すると、ワクチンですよね、<ー>アメリカの例を見れば、もう一目瞭然で、はい、ワクチン普及とともに景気が急回復している、はい、特にサービス業。なので、日本もとにかく今はワクチン普及に全力。 を務め、それによって経済,経済、活動も回復してくると思いますので。まずはワクチンう。アメリカの場合って、うん、その高齢者を先にとかってあったんですか?優先のっての。有線授業。あったんですけども、はい、もあまりにもワクチン接種が。早くて。う <laughs> もう、もうすぐに、あの高齢者と同時にぐらい。 えー、やるとや、とにかくね、あの<っ>こうやって段階的に一年かけてまず高齢者ですとかやってると<っ>結局感染が収まらないですよね。うもう,うとにかくガッとやると、とるなるの,のが大事ですね、えー。今日のキーワード大手五大銀行の三月期連結決算、まあ日本経済についてもお話しいただきました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケップアップ。 中国の4月の月小売売上高増中国国家統計局が昨日発表した4月の主要経済統計によりますと消費の動向を示す小売売上高は前の年の同じ月と比べて17.7%のプラスでした飲食店の収入などが大幅に増え自動車や家具宝飾品などの販売も好調でした えー、中国のねこの数字プラスというのが出てきました、まあ、世界経済をまたこれね牽引していく形になるんですかね、あのー、ここでやっぱりその、まあ、ワクチン普及ですとかコロナを抑え込んだ国の経済活動と、はい、遅れてる国の経済活動の差がまあ、えー 現れたとということがままず一つ言えますね、はい、ただこれ日本はそこでは、はいえー、遅れてますねでやっぱりそこであの今緊急事態宣言で経済活動も抑制されてる、はい、けど、はい、中国での,、えーそのまあ、依存度じゃないですけど中国で、えー、商売してる日本企業非常に多いですしたがって中国経済のえー 増加は日本にとっても非常に直結プラスになる、はい、いいニュースですのでまあそこは非常に歓迎すすべき点ですよねうん、まあ、一方でこの地政学的なところで中国を見るとその部分ではあのサプライチェーンの見直しとかバイデン政権も打ち出してますよね、今後の,この中国とのビジネスの関係っていうのはどういうスタンスを取っていくのがいいんですか、ね。あのまず 近年問題になったのはこの経済力というのが、うん、まあ一つの軍事力と同様に一つの武器になってますよね。うん、で中国はそうやって、えー、反中、えー、あるいは中国に対して意義を持ち立てるオーストラリアがいいですけど。 その叩くという手法を使っている。はい、そこはやっぱり日本企業としても日本政府としても一つのリスクを抱えてるわけですよね。だから今後はその安全保障面でアメリカと補聴を合わせる一方、はい、どうやってうまく中国と。 えー、付き合っていくんだというところが、えーまあ、日本の課題というか試されるうんえ問題だと思いますけどね、まあ、今日あたりその重要インフラに関わるところでのこのデータの移管等々も、えー、制限をしていくんだというような話が出たりとか、うん、まあ,ある意味これも中国を念頭に置きながらの話だと思いますけれども、うん、まあ業種によってはそういうこう。 縛りもききつくくなっってててるところっていううのは当然出てきますかそうですかそでねあの、まあ、今回のコロナで一つはっきりしたのはやっぱりサプライチェーンの確保、はいえー、それから同盟国での内での安全保障経済う、えー、もうを作っていくっていうことなんで、まあ、これは日本だけじゃなくて、はい、各国みんな、えー、やってることですからうんまあそれによって中国が大きく反発するってことはないと思いますけどもグローバリゼーションが見直され はい、始めてる、えー、一つのきっかけには間違いないですねで米中交渉を考えるとアメリカ側は当然、政権が交代したので、えー、通商代表等とも変わったと、うん、で中国側も一部報道なんですがもともと劉鶴さんという、うん、まあ経済の専門家でブレーンでもあるという副首相の人がやっていたのを、うん、なんかあの古春華氏に変えるというような報道が出てますすよねねそ、うん、そうです、ね、そこははっきりわからないんですけどいずれにせよ中国政府 国内でも、ええ、そのまあなんていう勢力争いなのか、うん、そこのあの体制、えー、変更もありますけども、うん、あのアメリカにおいてもトランプ政権からバイデン政権に変わったけど本質は変わらないですよね、うん、やっぱりその、うん、このデジタル発見争い、はいえー、経済力これに関しては。 あのメンバーは変わっても、中身は変わらないんで、うんうん、僕はあの米中関係が。ええ、まあ、大きく変わるというふうには思わ思えないですね。やはり、こう、対峙的にというか。そういうことです。それがもう、ずっと続く、長期化していく。のはもう、否めないんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ、その辺、こう、日本の中で心配する人の向きは。その、環境面だとか、で、うん、まあ、妥協しちゃうんじゃないのか。 っていうようなことを言う人もいます、うん、まあそこは見ていかなきゃいけないですよねでやっぱりバイデン政権も、えー、一瞬親中寄りに見せたり今度強硬に寄ったり、はい、またちょっと最近ではちょっと中国に寄り添うような発言もしてますのでそこがちょっと軸がまだはっきり見えてこないと,いうとうただですね、はい バイデン政権はどというかバイデン大統領自身は、うん、あの中国に対しては融和的と言われてますがへへへアメリカ世論、それから議会はかなり強硬的に反中なので、うん、まあ政権も。 あのここの中では、親・中としても、はいえー、表向きはとてもじゃないけど、そういうところは見せられない、やっぱりこう、うん、強硬姿勢というのは貫かないきゃいけないという状況だと思いますけどねそれはやっぱり、まあ、中間選挙を、うん、まあ近づいて、どんどん近づいてきているという中では、でなかなか変えられないおっしゃるとおりです、であと今、議会は、はい、いろんなあの対中法案を、うん、今あの、議論して、採決。 していきますから、まあ、より、えー、対立姿勢というのは、えー、アメリカの対立、反中、対立姿勢というのは強まっていくでしょうというふうに思います、ね、うんこれあの、中間選挙終わったら変わるみたいなこともどうですか、さすかあのー、中間選挙の結果によりますね、基本的にもうバイデン政権4年って言いますけど、実態は2年です。はい 中間選挙で負けたら、はい、残り2年、レームダックですから中国にも相手にされない国内でも力がないだから、この中間選挙をとにかく勝つというのがう上政権としてはでここでしっかり勝てばうん国内の力も、えー、その海外にも発信してより中国では本気に。 向き合っていけるということなんで、まあ、この1年が多分バイデン政権にとっては勝負ですねうん、まあ、バイデンさんはその同盟国をまあ連ねつつというやり方、うん、あのヨーロッパの国々も最近になってこの東アジア太平洋地域にコミットするようになってきていると、まあ、この辺を日本としてはうまく使っていくべきですかうまくく使っていくべきなんですけども、はい、この同盟国連携の本当の意味合いは何なのかというと これはもうすでにバイデン政権も掲げてますけど日本により大きな役割安全保障の役割を担ってほしいということなんです。で実際に菅総理が、えー、そのアメリカに行って首脳会談をした時に、はい、日本の防衛力を強化しますとコミットをしてるわけです、ねで。それはどういうういい意味なのかっていう えー、集団自衛権を拡充するのか、はい、ミサイル防衛を強化するのか、うん、こういった議論が国内ではあまりされてないうんでやっぱり今後それは日本としてはどういう役割をあるいはどういう大きく広げていくのか、はいえー、議論していかなきゃいけない局面に来てるそれが同盟国連携であることも認識しなきゃいけない。でいいことでもあるし、はい、より えー、日本の責任が増えるんだということも認識しないといけない。うんそのためにこう防衛費を増やすなりというのも議論になるかもしれない。その議論の一環として一つのあの議論ですよねうん。これまあそういうのを増やすためには結局のところ経済力。 っってもものが衰えちゃゃうとそれもできな経済力イコール軍事力なんでんこれはもうアメリカ中国もそうですし日本もただ単にお金出すんじゃなくて、はい、やっぱりこれは自衛隊をどういう役割でそのアメリカと連携していくのか集団自衛権がどういうふうに適用されるのか、えー、台湾有事の時は日本はどういう役割分担をするのか、はい、こういった議論をもっと明確にしていかないといざね 台湾有事が起きてから議論するのは遅すぎる今からしないと、えー、いけないとは思います、ねまあ、今からそうやって議論することで備えがちゃんとあるんだっていうのが抑止力にもなる抑止力になりますし。やっぱり 対外的に日本はここまではやるけどこれはできないっていうのははっきり示すことで、うん、あじゃあそれだったら他の国がそこを補いますフランスがやりますイギリスがやります、うん、オーストラリアがない曖昧にしてると、はい、いざなんかそうしたら日本やってくれないんだってなってしまって、えー、非常に、えー、その問題波長その連,連携が壊れるんで、うん、今のうちから日本ははっきりここまではやる。うん しかしこれはできないっていうのを明確にした方がいいと思いますね、えー、中国のまあ経済の話から世界経済そしてまあこの東アジアどう守るかというところまでお話しいただきました、えー、このコーナーも含めましてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧くださいポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございました あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G、OK、アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています コメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「有刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで有敢」こちらもぜひチェックしてください